はい、キューバさんです。今回も、VR 人狼アンスズをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、僕ロキです。お、ちなみに僕ロキです。ノブノブさん占っちゃいました。占っちゃいました。占ってたのにロキで、あ、入れ替わっちゃいました。あ、もう、あ、もう、もう、もう役職まで言っちゃったわ俺。あら、もう、あらあら、もうロキで、あのノブノブさん、はい、あの入れ替わりでノブノブさんが占い師だ。だからもうここは繋がったですよね。繋がったですよね。ここは大丈夫、ここは繋がってるですよね。これノブノブさん繋がってますよね。もう、いや、わかんない。なんで間があるんですか。もうちょっとノブノブさん、いや、これ仲間になりましょうよ。ちゃんと僕あからさまに開幕こうやって皆さん一度燃やしたんで、はい、うん、あ、燃やしたんですか。はいはいはい、それのムーブを見た瞬間に、あ、この人占い師だと思って、うん、僕と入れ替わってるって言ってるロキかもしれ、あの、ビッサかもしれないんで。うん、あ、そんなテクニシャンか俺は。そんな知らんしやな。まあ確かにね、あの、ハガスさんはお初なんで。テクニシャンかどうかは知らんしやね。ハガスさん、ロキいました。いな、いない。もう、もう、なるほど。もう僕ロキだから、ですね、もうまたまたファガスさんが怪しく見えちゃってます。すみません。本当に。申し訳ないですけど。うそーん。いなですか。いな。否定の方のいな。否定の方のいななんだ。もう僕的にはね。僕的にはもうノブノブさんとお仲間になりたい。ああ、なるほど。僕の位置づり？まあ、いいんじゃないですか。いなかったんですよね。いなかった。うん。あんまりいいんじゃないですか。いなかったんですよね。え、ムーンっていました？ムーンいました。もうちょっと部屋が広かったら俺ノブノブさんの米の紙にこの杖突き刺してますよ。なるほど。本当に、はい、なるほど。うーん、そこまでね、まあ、僕あの はい、ファガスさんほど部屋広くないんで、ロキがいない、はい、ムーンがいるって言ってるんだったらファガスさん、僕はパンズリでいいと思う。ああ、なるほど。じゃあそれで、はい。本当ごめんなさい、本当ごめんなさい。あ、まだでね、まだ2分も残ってるよ、まだ。もうその時終わっちゃってますよ。あ、早っ。いいよ、はい、いや、もういいかな。はぁ、まあ念のためね。うん、偉い、リスクヘッジ。ああ、よかった。うん、いやー、これはもう どうにもならん。負け勝ちパターンですね。前回僕ほとんどビースターだったんで、もう神経すり減りもしましたが、今回はまだ精神的に楽やわ。もう本当に本当に良かったわ。負けでございます。はい、これでまたビースターとかで入れ替わってたらまたアップアップやわ。ではよろしくお願いします。お願いします。お願いします。さて、何か名乗り出たい方。なんかある人。お、ファガさんが。ロキ。はいはいはい、はい。ちなみに。9番さんと入れ替わった。あざます。あざます。もう、あざます。もう分かるでしょ。あざます。これも9番さん、いいっすよね、もう、あれで。じゃあ、もうあれで、あれでいいっす。一応、ほんなタイミング合わせて色出しですか。もう、トリガー嫌だけど、うん、俺、もう。
え、僕らどうしますトクモさん。とりあえず2人だけでもいいんじゃないですか。あ、お二人だけで。はい、そうですね。何分、4分にしておきますか。え、分かってますよね。やめてください。もうトリガー今、倒すので一生懸命なんですよ。嘘おっと、じゃああの、はい、あれですわ、これはノブノブさん釣りでいいんじゃないですか。なんで僕釣るんですか。あれ、うん、いや、もしもファガスさんがロキだって僕と変わってんだったらあの色出るわけないもん。あれ、そうだよね、絶対出るわけないよね。ロッキーでビースター代わりだったら名乗らないですよね、普通。ノブノブさんと徳能さんは色ありますか、はい、色出せますか。色出しますか。出せます。いいっすよ。あ、これです。あ、僕これです。あ、今かぶってたけど。うん。あのね、また僕この3人が怪しく見えて仕方がないんだけど。なんでこのパターンばっかり。なんかもうさっきもノブノブさん、はい、キヨさん、あの、はいはい、なえ、あれ、え、それ自分がってこと、それとも僕がってこと。僕これなんですよ。はい、いやいや、僕これですよ。いや、僕がこれですよ。だから僕とキヨさんさんでどっちか指したら終わります。もう 2B なんで。わかります。あれ、ファガスさんロキじゃなかったんですか。違います。ロキでもない。ロキでもない。ロキを語ってたアニマということですね。そうですね。おお、じゃあファガスさん釣ってんじゃない。じゃあもう僕はファガスさん釣りますよ。ノブノブさんと徳能さんで僕刺してもらって、はいはいはい、僕と吸盤さんでノブノブさん刺してもらって、ででも僕からしたらファガスさん真っ黒クロスケなんですけど。ノブノブさんと徳能さんが僕釣るじゃないですか。うん、そうですね。うん、だって僕それで僕釣れるじゃないですか。いや、シュッと変えられた時に僕は不安しか残んないもん。あ、もうヒュッと変えたら、もうヒュッて変えたら、もう変えたやつにこう拒否するっていう感じの方がいいです。なるほど。反射神経ゲームです、ね。そんなテクニックないわ俺。まあ、キューバさん、多分その真っ黒を信じていいと思いますよ、僕は。うん、僕も信じて、僕、それしかないと思う。うん、全然いいと思うわ。なんだよ、なったんだよ、俺。これよくわかんないな。真っ黒信じましょう。うん、多分、それでいいと思います。信じますよ、僕。うん。はい。いや、タンズリはダメだって。やっぱこっち、ノブノブさんもやってた方がいいんですか。タンズリはダメだ。お、ニズリになった。お、ニズリになった。あれ、今ロキのマークどっから出たんですか。やったー。あ、どこの、どこのさんから出たのか、負けたー。そっちかくそやったー、負けたー。マジかー。マジでアニマルの姿でしたんですね。すげー。何やってんすか。もう真っ黒クラスケにしか見えなかったですよ、僕。いやいやいや、ノブノブさんやってダメじゃないですか。あれ、ノブノブさんが、ノブノブさんがビースター。ノブノブさんは元ビースター。うん、あー、そういうことか。元ビースター。そう、僕がロキ。だからもう僕はファガスさんがロキで僕と入れ替わってるもんだと思ったんでね。このマークを出されたんで。ですよね。そう、あ、これ僕と入れ替わってるんだというふうに思って、もう、ファガスさんに入れましたよ、今のは。うん、どういうことえ、ああ、そういうことか。あ、そういうことか。そう。あ、なるほどね。僕は、ファガスさんとノブノブさんの二郎だったら、怖いなーっていう感じだったんですけど、まあノブノブさんに登場するしかない。なるほど。いやいや、そりゃ無理。これは無理。ファガスさんもトリッキーすぎるわ。もう僕がこれ出したからノブノブさんは多分信じましたよね、僕アニマって。いやいやいや、もう覚えてなかったっすもん。
この色がなかったと思って僕これ出しただけなんで。あなるほど、ね。あ、もうロキがいたっていうのに引っ張られて、他の色忘れちゃってました。ノムノムさんでもそういうことあるんですか。もちろんもちろん、そんな。ああ、そうなんだ。ザラにありますよ。もう、いや、ハガさんには申し訳ないけど。何やってんすか、マガさん。ロキいないと思って、ロキで出たんですよ。いるじゃない、そこに。これはラッキーでしたね。